こでお前に会うとはな。今日は運がいい。どうだ、冒険は順調か。キャサリンさんのところへは依頼を受けに来たのか。またワクワクするような冒険を始めようとしてるんだな。ああ、つい強引に話しかけてしまった。悪い悪い。お前のことは前々から気になってたから、あえて嬉しかったんだ。実を言うと少し緊張もしてる。もちろん神秘的な異教の旅人、風流の災いを収めた勇士、そして冒険団の団長、どの肩書きも羨ましいぜ。ああ、冒険者の間ではもう広まってるぜ。お前の冒険団が大陸のあちこちで活躍してるって。毎日何気ない依頼をこなしているように見えるが、大事件が起こると必ず現れるだろう。とにかく俺はお前が羨ましいんだ。だって主人公みたいじゃないか。それに俺は運が悪くて冴えないし、自分の冒険団だって。おっと、なんでもない。気になる人の前で何をメソメソしてんだ俺は。もっと有意義なことを話さないと。あのさ、もしよかったらだけど、後で冒険に行くんだったら俺もついて行っていいか。横で見てるだけにしとくから。お前は知らないかもしれないけど、俺ってすごく運が悪いんだ。一緒に冒険したら悪い運がお前にまで影響して冒険を台無しにしちまう。お前に迷惑はかけたくない。だから横で見てるだけでいい。それだけでいいんだ。本当か？俺の聞き間違いじゃないよな。お前と一緒に冒険ができるってことだよな。こんなチャンスが巡ってくるなんて夢にも思わなかったぜ。そう謙遜するなって。お前が成し遂げた数々の偉業を俺は全部知ってるんだぜ。冒険者協会からも高い評価を受けてる。そうだ、せっかくだしさっき手に入れた情報を教えてやるよ。俺の友達のフィッシュルが最近神秘的で危険に満ちた遺跡を発見したらしい。その難易度は冒険依頼で言うと B ランクから A ランクの間なんだ。このレベルの依頼は普段の俺なら引き受けない。何せ俺の運じゃ自分の実力より低いレベルの依頼じゃないと安定して達成できないからな。でも今回はお前もいるならこれくらいの依頼は朝飯前だろ。おいおい、教会はそんな違法な依頼は出さない。遺跡は危険だけど、その代価として相応の宝が眠ってる。もう待ちきれないぜ。そうだ、一つ聞いておきたいんだが、冒険の前は食べ物を準備する派か？お、やっぱりお前の実力ならそんなこと考えなくてもいいんだな。さすがだ。じゃあ早速出発しようぜ。高いところ、もう一度お試しください。まで届くのね。
ここは思ってたより普通だな。想像してた危ない雰囲気とは全く違う。もしかしてお前がそばにいるから安心感が増したのかな。もうお宝の気配を感じるぜ。早く先に進もう。どうやら仕掛けがあるみたいだ。あそこに左右一つずつある装置が関係してるっぽいな。でも装置の横、見るからに危ないものが潜んでそうだぜ。長年の冒険経験から察するに、あの装置の起動方法を間違えたらひどい結果が待ってそうだ。俺が先に試してみるか。お前も知ってる通り、俺は絶望的に運が悪い。だからこの2つの装置、どっちを起動させるかお前が決めてくれないか。俺は左だと思うんだけどな。でもだからこそ右っていうことか。どれどれ。今の音は、しまった！すべての出口が塞がれた！もしかして間違ってたのか？もう終わりだ！ここは思ってたより普通だ。もしかして、もうお宝の。この部屋、どうやら仕掛けがあるみたいだ。あそこに。左右一つずつ。でも装置の横、見るからには長年の冒険経験から。俺が先に試してみるか。俺一人でも大丈夫だけど。いや、やっぱりお前の意見に従おう。お前はどうすればいいと思う？そうか、それも確かにありえそうだな。うん、じゃあやってみようぜ。俺は右のやつをやるから、左のは任せた。装置の前に行って、準備できたら一緒に起動させよう。おお、前の扉が開いたぞ。正しかったみたいだ。やっぱり、お前の言う通りにしてよかったぜ。さすがだな。俺、友達と一緒に何かをやり遂げたのは久しぶりだ。この感じ懐かしいぜ。さあ、先に進もう。
部屋、装置が4つあるぞ。ってことは、俺もそう思った。前の部屋で得た経験によれば、4人同時に装置を起動する必要があるってことだよな。くそ、ベニー冒険団が解散してなかったら。認めたくないけど、事実上消滅したよ。キャサリンさんの計らいで、ベニー冒険団って名前はまだ登録されてるけど、冒険団の人数は、もうとっくに登録基準を下回ってる。そうなんだ。ロイス、ヘッケラ、ジャック、以前はみんなベニー冒険団の団員だったけど、俺の体質のせいでいろいろなことが起きた。あいつらが冒険団を辞めるのも仕方ないことなんだ。俺もあいつらには面倒をかけたくなかったしな。おいおい、そういうなよ。冒険者はいつだって自由気ままなんだ。冒険団に入ろうが抜けようが個人の自由さ。ベニー冒険団が俺一人だけになっても、いつか必ずテイワット中にその名を轟かせてみせるぜ。ありがとう。さて、そろそろ装置の話に戻そう。悪いな、冒険団のことを思い出して少し感傷的になってた。改めて冷静に考えてみると、俺たちが思ってた装置の解き方は先入観によるものかもしれない。ああ、俺は装置を調べてみるから、お前は手がかりを探してくれ。冒険者のノート？どうしてこんなところに？もしかしたら装置を解く手がかりなのかも。一緒に見てみようぜ。やっぱり装置に関することが書いてある。このノートに書かれた文字からも悔しさがすごく伝わってくるぜ。希望を他の冒険者に託したんだ。俺たちが彼らを失望させるわけにはいかない。ノートによれば、扉のそばにある装置には必ず一人いる必要がある。でも装置の起動順序を間違えると、その装置のそばにいる人が。ぎ、そこまでじゃないだろう。ノートには、エリックは持たなかったって書いてある。少なくとも、持つチャンスはあるってことだろ。何はともあれ、俺がその役を引き受けよう。大丈夫大丈夫、こんな体質だから傷を負うことなんか日常茶飯事だ。怪我には慣れてるから問題ない。
少なくともノートに書かれてたエリックっていう人よりは耐えられるかもな。それに俺はお前を信じてる。お前ならきっと装置を解いてくれる。なんたって俺が見込んだ大冒険者なんだから。さあさあ、早く装置を解く方法を見つけようぜ。ノートによれば、松明の数は装置を解く順序とは関係ない。松明の床の位置が順序と関係しているのかもしれない。俺が怪我するかもとかは考えるな。プレッシャーに負けるなよ。自分の心に従って迷わずやればいい。何もしてない。お前のおかげだ。早く宝箱を開けようぜ。もう待ちきれない。おお、すごい収穫だぜ。これが冒険者なら誰もが認める一番誇らしい瞬間ってやつか。それに宝箱だけじゃなくて、お前と一緒に冒険できたこと自体が俺にとっては宝物だ。本当か？それは光栄だ。あともう一つ気になってたことがあるんだが、今回の冒険不運なことが一つも起こらなかった。こんなの初めてだぜ。なんか奥が深いな。でもお前が言わんとしていることはわかるぜ。どんなに運が悪くてもいい時もあるってことだろ。確かにこの経験は俺に大事なことを教えてくれた。それになんとなく感じるんだ、お前の優しさと俺に対する善意が俺の不運を払ってくれたって。言葉にすると照れるな。とにかく本当にありがとう。またこうして一緒に冒険しようぜ。